兄ちゃんどうしたんですの？ちょうどよかったんですの。メリーヌのお話し相手になってくれません？やったーですの。なんだか今日は胸がドキドキして眠れないんですの。これからどうなるんだろう。そんなことを考えてると怖くなって、先のことを考えるってとっても大変で不安なことなんですのね。お兄ちゃんが？そうですの、そうだったですの。一人で考え込んでしまってたですの。もうメリーヌは一人じゃないんですの。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんは先のことを考えるときどんな気持ちになるんですの？ワクワクですの？そんな気持ちになれるようにメリーヌも試してみるですの。そうだ、明日のお休みのことを考えるですの。明日はお兄ちゃん休暇を取ったんでしょ？それなら一日メリーヌと過ごしたらいいですの。しかもただ一緒に過ごすだけじゃないですの。ね、とっても素敵な思いつきですの。素晴らしいですの。ワクワクドキドキしますの。二人っきりどこに行こうかな。どこでも楽しそう。ドキドキして眠れそうにないですの。ねえお兄ちゃん、もっとお話ししましょうですの。メリーヌが眠くなるまでずっとそばにいてほしいんですの。
舞台を見てると、昔の操られていた自分を思い出すことがあるんですの。それで怖くなるんですの。メリーヌは本当にちゃんとメリーヌですの？今も操られてるんじゃないですの？そんな、でも今日は違ったんですの。お兄ちゃんがすぐそばにいて、メリーヌと二人でいてくれる。そう思うだけで、あったかいものに守られて、怖い気持ちがどこかに行ってしまうんですの。お兄ちゃんといれば、メリーヌには怖いものなんかなくなってしまいそうですの。遅い時間ですのね。そろそろ帰らないとですの。ねえ、お兄ちゃん。今日ね、メリーヌ、すごく楽しかったの。でも、楽しければ楽しいほど、辛くなるんですの。美味しいご飯を食べるたび、お兄ちゃんといて楽しくなるたび、お姉ちゃん、シンシアを思い出すんですの。シンシアも、メリーヌと同じですの。何を食べても味がしなくて、それから、人の気持ちのことも考えられない。当たり前のことを、忘れたまんま。ねえ、お兄ちゃん、お姉ちゃんを、助けてあげてほしいですの。メリーヌ、わがままばかり言って、お兄ちゃんにしてもらってばっかりだってわかってるけど、でも、でも。そう言ってくれるんですの？メリーヌ、メリーヌ、もう。ありがとう、ですの。お兄ちゃんで、メリーヌは本当に、助けるために精一杯頑張るですの。あら、お久しぶり。こっちに戻っていたの？ヴィライザ様、お久しぶりです。今、アリシア様の報告が終わったところです。それはお疲れ様。お互い戦争が終わってからの方が忙しくなっちゃったのね。今夜は屋敷に泊まるんでしょ？はい、その予定です。それじゃあ、その時にゆっくり話しましょう。おかえりなさい、お兄ちゃん。お兄ちゃんの後ろにいている間、メリーヌ、いい子にして待ってたですの。え、変ですの。メリーヌはお兄ちゃんにいつだってちゃんと待てる子なんですの。それにしても、お兄ちゃんとここにいると帰ってきた感じがするですの。一緒にいろいろな国を回りましたけども、この国が一番メリーヌは落ち着きますの。ねえねえ、お兄ちゃん。せっかくですし、市場に寄りませんこと？なんだか昔を思い出しますの。お兄ちゃんになってもらったこと、たくさん助けてもらったこと、二人で出かけたこと。お兄ちゃん、今の私たちって周囲の人にどう見えるのかな？伸びたんですの。きっと、もう少ししたら、とんでもない美女になっちゃうんですの。そしたらメリーヌ、お兄ちゃんに言いたいことがあるから、ちゃんと聞いてほしいですの。うん、約束ですの。お兄ちゃんとメリーヌの約束。ねえ、お兄
次はどこに行きますの？メリーノはね、お兄ちゃんの行くところならどこでもついていきますの。だってメリーノはお兄ちゃんのこと大好き。